はい。台ワピアラブです。えー、今ですね、えー、この狛江の強盗事件や、えー、中野区、えー、川口市、えー、広島、えー、山口などね、まあ、全国でこの強盗事件というのが、えー、頻発しているわけです。うん、で、その中でね、えーまあ、指示役、 として出てきているのが、えー、フィリピンにね、いると見られている、ルフィという人物なんですね。うん、で、まあ、新聞各紙やマスメディアなんかがね、えー、ルフィ、ルフィっていうことで書いてるんですが、えー、ルフィがね、この強盗事件のトップではないと思いますね。うん で、まあ、新聞各紙でもね、出てきてるんですが、えー、これらのね、強盗事件のメンバーというのは、えー、特殊詐欺のね、グループから転じてるわけなんですよ。うん。えー、まあ、つまりね、この実行犯というのは、えー、特殊詐欺におけるね、まあ、受け子みたいな感じですよね。末端の人たちっていう感じですよ。うん。で、 おそらくこの連絡したりしてる、このルフィっていうこの連絡してる人物っていうのは、まあ特殊詐欺で言うところの、まあその連絡役とかかけ子とかね、そういうような人物だと思うんですよ。うん。なのでね、このグループのね、えー、構造からすると、このルフィという人物もね、えー、まだまだその、なんていうのかな。 上の方ではないと思うんですよ。うん。えー、ルフィの上にはね、まだまだその、たくさん人がいると思うんですよね。うん。したがってね、今マスメディアがこのルフィがね、トップであるかのように報じてるんですが、それは違うと思いますね。うん。ご視聴いただき。 ありがとうございました。